ありました。さあ第5ラウンドに入ります。WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ3ラウンドは両者に一度ずつダウンを奪い奪われという展開になりまして第5ラウンドに入りました。 WBA は減点ないんですかねこれ。はい、故意でありますと減点はありますがこれは偶然ということですから減点はありません。 WBC はもう偶然でもあれですから血流してない方から減点取りますから。はい、下田は目の上をそのバッティングによってカットしました。これが試合にどう影響してくるかというのもありますが、ただこのハイレベルな心理戦そして攻防ダウン奪い奪われの一発というのは非常に見応えのあるこの第5ラウンドに入ってきました。リーもやっとちょっと体温まってきたみたいですね。ただこの決定で、ね、試合止まる可能性下田選手ポイント取らないと、あれですね、追いつかなくなってしまいますね。はい、西岡さん、はい、そのあたりの下田の心境というのは西岡さんどう受け取られますか。もう下田ポイント取ってるんで、はい、もうどんどんもう行った方がいいですね。はい、リーチャンピオンはもうスピードに煽られてもうちょっと手が出ない状態ですね今。はい、下田の先輩でもジムの先輩でもあります。そして同じ階級の WBC チャンピオンでもあります西岡俊明選手にもお越しいただいております。チャンピオンが狙っているかボディを出していたのは下田です。白のトランクス、赤がチャンピオン、右カウンター、ほぼ同時だが先に届いたのはチャンピオンの方の右、左フックから右のフックを出していくチャンピオンです。体を合っていく下田選手は左ストレートボディですね、これが今日光ってますよね。あとボディブロー、ナイスレフリーですね。そうですね、場内がどよめきました。あっとこれは体を向けてしまいました。これはスリップです。両者の気持ちも交錯します。残り1分になります。この第5ラウンドです。2つの祖国を胸に秘めそのファイティングスピリットで戦うチャンピオン、赤がチャンピオンのリーレツリー。両者ともカウンターを得意にしていますから、その一瞬のコンマ1秒の1打というのが全て変えられる。前に出ていくチャンピオン、下田はガードを固めて左手もリーダー。いや今のすごい攻防でしたね、手は避けた打ってくるね。はい、下田選手は野生の動きですね。思わぬところからパンチが飛んでくる。スリーカウンターだ、これもカウンターだ、ドンピシャだ。聞いてますね。チャンピオン大丈夫か、時間がちょっとねまだないですね。はい、はい、出ていく下田、またダウンを奪いました。チャンピオンからダウンを奪った。残り10秒切っているぞ、10秒切っている。聞いてますよ、聞いてますね。チャレンジャーが決めるのか、逆転なのか。聞いてます、はい、チャンピオン聞いている、ナイスチャンピオン聞いている。苦しい、ゴングに救われた。西岡さん、はい、このシーンをちょっと解説していただきたいと思いますが、素晴らしいカウンターですね。これリーチャンピオンも打ちに行ったんですね、アッパー狙いに行ったんですよね。このタイミングでなかなかね怖くて合わせられないですよこのカウンターは。素晴らしいカウンターですね。いや大橋さん、これも野生の勘が働いたのかもしれないですね。普通このパンチに対して合わせないですからね。これもらったら下田自身がダウンだったかもしれないんですよ。そうですね、はい。